順風満帆とはいかなくて、私の家はあまり裕福ではないため、学費と生活費は奨学金とバイト代で賄っている。お待たせしました、キュウリのぶったたきと冷やしキュウリです。生活はいつもギリギリで、私はサークルにも入らずバイト漬けの毎日を送っていた。すいません、キュウリサワー一つ。はい、食べます。それでも学費を払うのは大変で、今月末の期限までに全額支払いは難しいと。はい、それで足りない分を来月末まで待っていただけないでしょうか。わかりました。スラさんは授業態度も成績も申し分ないですから、私から担当の者に話をしておきましょう。本当ですか、ありがとうございます。藤教授、よかった。これで来月の奨学金とバイト代が入れば学費が払える。あれ、ソラじゃない。え、ヒサメ？この子は同じ学部のヒサメ。あまり話したことはなくて顔見知り程度だったんだけど。もしかしてあんたにも成績不振通知届いたの？なんだ、仲間じゃん。いや、私は。まあまあ、こんなしけた研究室そうじゃなくて学食で話しましょうよ。その子はあ、学費の支払いを待ってほしいって頼んだ。それでオッケーだったって何よそれ。もうギュー。そうなの、ヒサメはなんで鉄教授の部屋に？その通知って、成績がなんとかって通知よ。出席が足りないってさ。ちっ、空にも同じ通知が届いてたら、私の通知も何かの間違いだって教授に詰め寄れたのに。鉄教授はなんだって？このままだと単位足りなくて留年だって。ほんとあのジジイ融通聞かないんだから。だいたい大学なんて親が行けって言うから来てやってるだけ。授業料払ってる客なんだったら単位からやりなさいよね。ももキュー。あー、気分悪い、もう行きましょう。うん、ごちそうさまでした。食べ残されもキュー。ヒサメもう帰るの？午後の授業は。あー、そんなもんパスパス。今日はこの後デートなの。でも授業に出ないと単位が危ないって。あ、いたいた、エンジンお待たせ。あれって、ヒサメの彼氏ってあのモナリーの社長のエンジさん？ネットニュースで見たことある。おー、ヒサメ、授業はもう終わったのかい？エンジに早く会いたくて一コマサボってきちゃった。仕方ないな、ヒサメは。あれ、そちらは？彼女は同じ学部のソラよ。ソラはすごいの。1年生の時も2年生の時も成績優秀賞を取ったんだから。私の自慢の親友よ。親友？そうよね、ね、ね。ふーん、私そろそろ授業行くね。あら、もうそんな時間、今度ノート見せてね、親友。うん、分かった。私はヒサメと別れて午後の授業にもしっかり出席した。この図の通り、向かって左側が衆議院、右側が参議院となります。ヒサメの家は裕福だって噂だし、学費も払ってもらえてるんだろうな。その上、彼氏が有名ベンチャー企業の社長だなんて。私とは住む世界が違うな。下級者ポン。それでね、教授が単位やらないぞって。渡してば本当かわいそう。ああ、そうだな。でも君の親友は優秀なんだろ。彼女を見習えばいいんじゃないか。でも聞いてよ、あの子奨学金もらってるのよ。それなのにバイトもしないと学費が払えないんですって。いくら成績が良くたって、お金がないなら女としての価値がないっていうか。私は空にせがまれて親友になってあげてるだけなんだから。はあ、そんなに優秀な学生なら、ぜひうちの会社にインターンで来てもらいたいな。え？うちで働けばバイトの時給よりいい給料を出してあげられるしな。せっかくあんな可愛い子と接点持てたんだ、放っておくのはもったいない。何よそれ、私よりあんな貧乏娘の方がいいってわけ？何を言ってるんだ、ヒサメのために決まってるじゃないか。え？うちで雇う条件として、ヒサメの単位を取る手伝いをしてもらうのさ。出席の大変とかレポートを書いてもらうとか。なあ、悪い話じゃないだろ。こう言っておけば浮気は疑われないだろ。こいつは頭は悪いが、家柄と見てくれはいいからな。こいつもキープしておかないと。そんなに私のことを考えて。エンジ大好き。俺もだよ、ちょろいな。翌日の土曜日、私は突然ヒサメに呼び出された。私がエンジさんの会社でインターン？お給料も出るの？そうそう、この後エンジも来るから直接話を聞いてみてよ。そんな突然。お待たせ。エンジ遅い。エンジさん、ごめんごめん、取締役会が長引いちゃって。ヒサメ悪いんだけど、席を外してくれないか。ソラさんと二人で話をしたいんだ。二人で？これでどっかで時間潰しててよ。10万円。ありがとう、エンジ大好き。たっぷり時間潰してくるわね。ああ、そうしてくれ。さらっと超前は出すなんて、とんでもない金銭感覚。さて、ソラちゃん、早速本題に入るけど、俺の女にならないか？あれ、ヒサメからはインターンの話って。そうだよ、ちゃんとお給料もあげるし、これで足りるかな。悪い、懐から300万円を。聞くところによると、君は苦学生だそうじゃないか。俺の女になれば、今後の学費は全額払ってやろう。いや、そもそもエンジさんにはヒサメっていう彼女がいるじゃないですか。彼女ね、ヒ
サメは確かにいい女だよ。頭は悪いが見た目はいいからな。そばに置いておくだけで俺の価値を高めてくれる都合のいい女さ。要はアクセサリーだよ。家も金持ちだし、会社に何かあったら助けてくれそうじゃん。でもぶっちゃけヒサメよりソラちゃんの方が俺にはふさわしいと思うんだよね。なあ、悪い話じゃないだろ。もう苦労してバイトしなくても済むんだぜ。その代わりインターンの初日には俺の家で二人きりの研修をしようじゃないか。ほらほら、300万だぞ。君がバイトして稼ぐには一体何時間かかるんだろうね。迷ってる迷ってる。これはもう一押しだな。何を迷っているんだ。俺は有名ベンチャーの社長だぞ。俺の女になれるチャンスを逃してもいいのか。俺のアクセサリーになりたい女なんて5万といるんだ。ヒサメのようにな。私が何ですって。ビャー、ヒサメもう戻ってきたのか。うん、ずっと前から欲しかったモナドのバッグがちょうど10万円だったの。それで私がアクセサリーですって。ヒサメその辺にしておきなよ。ソーラちゃん、僕をかばってくれるの。やっと俺の女になる決心がついたんだな。それじゃあヒサメと別れても痛くも痒くもねえな。エンジさんとの会話は全部録音できてるから。エンジに色目使ったら許さないんだからね。ヒサメに変に疑われないように撮っておいてよかった。データは送るから、あとは好きにしたら。さすが私の自慢の親友ね。私はバイトの時間だからもう帰るね。ソーラちゃん、エンジさん騙すようなことになってしまったのはごめんなさい。有名なベンチャーの社長さんとお話できてとってもがっかりしました。それでは私はこれでアディオス。私が店を出てからのことは詳しく知らないが、数日後週刊誌とネットニュースはエンジさんの名前で賑わっていた。特選入手、社長エンジの世界論戦。当然会社の株価は大暴落、従業員も全員転職していったそうだ。なんだよこの会社の口コミ。これじゃ求人出しても人が来ねえよ。おい黒羽、ネットの口コミ全部削除させろ。お前秘書だろ、ちゃんと仕事してんのか。私だってただのアクセサリーなんでしょ。別に仕事なんかしなくてもいいじゃない。っていうか落ちぶれ社長の秘書なんてもうやってらんないわ。ちょっと待って。いや待ってください、黒羽様。まもなく会社は倒産。ヒサメの方も落ち込んでいるかと思いきや。ああ、美味しい。たまにはこういう安っぽい店も悪くないわね。キュウリサワーが染みるわ。お気に召したようで何より。金だけの男はもうコリコリ。やっぱり男は性格と顔よね。あんな赤髪野郎のことは忘れてもっといい男見つけるわよ。さあ、キュウリサワーおかわり。冷やしキュウリも追加ね。はい、ただいま。モナリザの戯言ラインスタンプ第3弾1月20日に発売決定。お楽しみに。